前半終わりました。あなたあなた、はい、さあ、あなたあなたと同じ歌詞が2回出てきますね。いつも申し上げておりますが、はい、演歌歌謡曲2回同じ歌詞が続けて出てきたら必ず変えましょうね。これ鉄則です。はい、でこの場合はね、あの、音はね、あなたあなたですからね、音は変わらないんです、ね、高さ変わらないんです、一緒の高さなんですけどね、一緒の高さなんですが、1回目はあなたね、ちょっとあの声のボリュームで言えばやや大きめね、声の出す方向としては遠くへ、あなたちょっと遠くに向かって、ね、遠くに向かって声を出そうとすると自然大きくなります。あなた、それに対して2回目のあなたは、あなた、ポンと遠くに投げたのを戻しましょうね。あのどうにかな、紐つけたボールをポンポンってやってるのかと、ね、遠くに投げて紐を戻す、ね、あなたあなた、だから自然2回目のあなたは優しくなります、ね、まあ、弱くというより優しくなります。あなたあなた、はい、これで山谷作ります。あなた、1回目のあなたが山です、2回目のあなたは谷です。そして行かないで、大きな山です、山谷、大きな山、それが大きな山が行かないで、はい、ここはねスケールを大きく歌い上げてくださいね。行かないでっていう言葉そのままもね、すがるような思いね、気持ちを泣かせて、泣きたいような思いで、すがるような思いで、行かないでってやりましょう。はい、ここ大事なところですよ。1回目のね、大きな山場です。はい、でね、その時にね、先ほど一番最初に言いましたように、滝川さんがどういうのかな、力任せにね、その激しい感情なんですけども、すがりたいようなね、泣きたいような、そういう感情なんだけど、その感情に溺れないで、滝川さん歌ってらっしゃいます。あなたあなた、行かないでと、やらないで、やらないで、やるんかなと思った方はね、ごめんなさい、やらないでです。あなたあなた、行かないでと、こういう歌い上げね、殺した歌い上げさせてらっしゃるんです。ここがうまいところですね。やっぱりね、歌い手さんもね、だん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 若い時代からね、こう年齢を重ねてきますとね、こういう歌い方されるようになりますよね。若い時はね、カーンともう力に任せてカーンと言うんですけどね、もうちょっとだんだん年が締まってくるとね、その力任せにいかないで、味で歌い上げるっていうね、まあ憎いですよね。はい、私たちもかなり締まってる方ですから、この辺はちょっともう力任せに行こうとしないで、ね、味でこう歌い上げるというね、そこに挑戦してみてくださいね。そんなでっかい、バカでかい声ね、もう出なくて許される年齢になってますから、僕たちは、はい、だからそれよりもね、もう味わいで歌って、ね、心泣かせて歌えばいいんだというふうに思っていただいてね、やったらいいと思いますよね。あなたあなた、行かないで、ね、もうすがるような気持ちで歌い上げていただいたら、はい、いいでしょうかね。で、1回目の大きな山場、行かないで終わりましたから、ね、次のね、せめて私が恨むまで、ここはね、もう行かないでよりも盛り上がらないでください。いいですか？ここは谷間だと思ってくださいよ。せめて私が恨むまではね。行かないで、大きな山場歌い上げました。
せめて私が、そして恨むまで、恨むまでで、ちょっと盛り上げてください。いいですか？でね、せめて私が恨むまで、ここでちょっとね、2回目の歌い上げに向けて弾みをつけておきます。それがこの恨むまでっていうここの部分です、ね、これあるかないかで2回目のねノリが違うんです。2回目の歌い上げの C ダッシュのノリが違うんです、ね、あなたあなた行かないで、せめて私が恨むまで、ちょっと弾みをつけておきます。いいですか？ここがね隠れたね、味わいのある歌い方、歌唱力ということになってきますね。はい、でしょうかね。さあ、それじゃあ C だけもう一度やってみましょうかね。いっそこの身を投げようか。はい、そこからいきますよ。はい、じゃあ8番お願いします。いっそこの身を投げようか、あなたあなた行かないで、せめて私が恨むまで。そうですね。はい、さあ、そして最後 C ダッシュ2回目の、はい、歌い合い大きな山場ですね。はい、ここがまあこの歌のね、まあ、メインということになると思いますけどもね。はい、C ダッシュに入っていきましょうか。はい、それじゃあもう一度 C から歌って C ダッシュつないでいきましょう。はい、じゃあいっそこの身を投げようか。はい、ここからいきます。9番お願いします。いっそこの身を投げようか、あなたあなた行かないで、せめて私が恨むまで。無理を通した命の恋にすがり泣きする、闇の中。せめて私が恨むまで、無理を通した。はい、だんだん盛り上げていきますよ。無理を通した命の恋に。はい、さあ、この命の恋にというところ、ここが一番大きな盛り上がり。無理を通した命の恋に。そうですね。はい、で、まあこの命の恋にっていうところもね、先ほどの行かないでと同様にスケールを大きく歌い上げるところなんですけども、ここもまあ滝川さんはね、大声ね、大声にならないようなこの感情、気持ちは激しいんだけども、その気持ちをぐっと噛み殺すようにしてね、もう切ない泣きたいような気持ちで歌い上げてると、こういうね歌い方をされてますね。もう劇場のままに激しい感情のままに大声を張り上げないというね歌い方をされてますよね。はい、あ、ですからまあここもね、無理を通した、無理をよりも通したはややね、ボリューム上げていってくださいよ。無理を通した命の恋に。こういきました。
ね、命の恋に、命の恋にとやらないようにしましょうね。もう味もシャシャラもなくなりますからね。まあ、あの美しく、ね、高い声です、ね、高音ですから高い声になりますがね、美しく出そうとこう思いましょうね。あの高いあの声のね部分をね大声出そうと思うとどうしてもね喉を閉めてしまいますからね、あのどうしても命の恋にってなってしまいます、ね、それよりも高い声は優しく出しましょう、綺麗に出しましょう、こういうイメージで出してください。そうするとね、あのちょっと高いなっていう方はね、ちょっと裏に変えるような声になっても構わないです。命の恋にになっても構いませんね。命の恋にというよりも命の恋にっていう方が綺麗じゃないですかね。もうそれでいいと思います。そ、ね、その方があの歌の、ね、言葉に込められた気持ちよく出ますよ。その方が、ね、無理を通した命の恋に、ね、でこの命の恋のにはね、そんなにあの長く伸ばしてると遅れてしまいますから、命の恋にすがり泣きすぐると、次の言葉がもうあのそんなにたくさん前がない、ね、すぐに出てきます。命の恋にすがり泣きする、はい、このルは3拍ありますからちょっと長めに伸ばしますよ。命の恋にすがり泣きする、ね、はい、でね、すがり泣きするっていう部分はもちろん命の恋以上に盛り上がってはいけませんね。逆に今度はね、すがり泣きする、徐々にね感情を沈めていきましょう。こうどういうのかな、まあもう言葉通りすがり泣きするですからね、もう本当にこうあのもう女性がこうもろくもうなんていうの、こう崩れ落ちそうな感じですか。すがり泣きするね、昔あのもう島倉千代子さんみたいなっていうこういう感じでね、崩れ落ちるような感じ、こういきましょうね。命の恋にすがり泣きする、こういきましょうね、崩れ落ちる、すがり泣きする、ね、崩れ落ちるような感じ。そして最後、闇の中、はい、もうここはもうかなり音も低くなってますから、ここはもうね、そっとあの静かに置くような、言葉を置くような感じ。闇の中、ね、そっと静かに言葉を置くような感じで最後は歌い終わってもらったらいいと思います。はい、さあそれじゃあ C' だけやってみましょうか。はい、せめて私が恨むまで、そっからいきましょう。はい、10番お願いします。せめて私が恨むまで、無理を通した命の恋にすがり泣きすぐる、闇の中、一度ね、それじゃあ後半だけ C、C ダッシュ通してやってみましょうかね。はい、いっそこの身を投げようか、そこからいきますよ。もう一回じゃあ9番もう一度お願いします。いっそこの身を投げようか、
たあなたあなた行かないで、せめて私が恨むまで無理を通した、命の恋にすがり泣きする闇の中。はい、さあそれじゃあワンコーラス、はい、通してやってみましょうね。この歌ね、1番2番3番特に歌い方変わるところはありませんからね。1番まずしっかり練習していただいた2番3番歌詞変わるだけですからね。はい、じゃあ1番の歌詞で、ワンコーラス通してやってみましょう。はい、11番お願いします。の海峡に三四赤い涙の雪が降る、空を染め抜く悲しみよ、いっそこの身を投げようか、あなたあなた行かないで、せめて私が恨むまで無理を通した、命の恋にすがり泣きする闇の中。まず一番の歌詞でね、しっかりこの、メリハリも含めたこの感触をね、掴んでいただけたらと思いますね。そして、1番に慣れてきましたら2番に入っていきましょう。はい、まあ、今日はね、2番3番も、歌っときましょうね。ね、歌いましょう。はい、じゃあ次ね、2番いきますよ。はい、2番真ん中の段見てくださいね。はい、それじゃあ、11番もう一回お願いします。地の海峡にむせぶあなたの声がする、会えば流れて落ちてゆく、恋もいつかは行き止まり、あなたあなた捨てないで、愛しすぎたのを私だけ、たった一つよ、欲しかったのは心ひとひらだけなのに。でね、こう言葉いっぱい出てくるところね、言葉のね区切りをね入れといてもらったら、歌いやすいと思います。例えばね、2段目のね、赤い涙の雪が降る、ね、むせぶあなたの声がする、うめく無敵よ海なりよ、ね、3つの部分に分かれますよね。だからその下の段3段目もね、いっそこの身を投げようか、恋もいつかは雪止まりね、二度と戻れぬ人生よ、ね、この言葉の切れ目にね、ちょっと区切りを入れといたら、ね、あとね、こう練習してる時にね、二度と戻るってこうなりそうになる時ありますからね、言葉の区切り入れといたらそれ防げますから。はい、はい、さあそれじゃあ今度3番いきますね。
はい、じゃあもう一度11番お願いします。3番です。3、はい。ひとりぼっちの海峡に、3、4、うめく敵よ海なりよ、どこへ戻れと言うのです。二度と戻れぬ人生よ、あなたあなた泣かせてよ、せめて明日が見えるまで、傷も涙も重ねた人を焦がれ泣きする、風の中。はい、さあというふうに、1番2番3番ね、やってみましたね。はい、何か皆さんご質問ありませんか。歌えそうですか、ね、はい、ひとりぼっちの海峡、今日はね、皆さんと一緒に新しい5月20日発売ですから、まだね、まだまだ出たってほやほやですけどね、これからまた徐々に歌われていくと思いますから、カラオケ屋さんもそろそろ空いてますね、皆さんも足を運んでいただいてね、ぜひぜひ、練習の成果を発揮してね、歌ってきてください。はい、今日は新しい曲、ひとりぼっちの海峡をやりました。はい、ありがとうございました。